待ください。ただし皆さん安全第一、ぜひご自身のお席でお楽しみくださいね。そしてセンターバックスクリーンのあたりから出てきたのが、そうです、今日も盛り上げてくれます、名古屋のちんどん屋さん、弁天屋さんの皆さんです。